何でもいいからとりあえず笑ってみる人間は嬉しいことや楽しいことがあるから笑うのでしょうかそれとも笑うから嬉しかったり楽しかったりするのでしょうかこれはどちらも正しいと言えます心の状態は表情に表れるものですし逆に意識的にある表情にするとそれは 心に影響することは医学的に証明されています。服装の乱れは心の乱れと言われるように、飛行に走り始めた少年少女などは、まず、服装が乱れ化粧がけばけばしくなります。また、孫にも衣装というように、それなりにしっかりした制服を着ていると心までしっかりしてくることは、よく知られた事実です。ですから、 楽しくなくても意識的に笑った顔をしていると心まで楽しくなるのです。ネクラとかネアカという言葉はよく言ったもので心の根っこが暗いとか明るいとかを表現しています。心の根っことは深層心理つまりおもねよりゆきや死のことを指しています。ネクラとはネクラと書き深層心理に暗く悲惨な情報ばかりが詰まっている状態を言います。 深層心理が暗ければ病気になりやすく病気になるとますます心が暗くなり悪循環に陥ってしまいますこの状態を改善するには深層心理すなわちおもねよりゆきや死にいつも積極的で明るく楽しい情報を送り続けることが必要ですこのためには見るテレビ番組も落語や漫才を含めたお笑い番組を見るといいでしょう 殺人が出てくるようなサスペンスドラマや失恋などの悲しいドラマは見ない方が賢明でする。笑うと、がんに対する免疫能力が向上するという研究もあるいで、とにかくがんになった人は笑うことを心がけるといいでしょう。それには、いつも笑った表情をすることが大切で、毎日今日の前で笑顔を作る練習をするといいでしょう。 なくても心は騙されて楽しい状態になり深層心理にもいい影響を与えますそしていつも他人を笑わせるようなジョークやギャグを考えることです笑うもんにはふくくるというようにいつも笑顔になるように顔の筋肉を調節していれば深層心理もだんだん明るい色に変わってくるはずです